妖精と踊るラズモア。ジョンディ・バッテン、モアセルティック・フェアリー・テイルズより、ノック・グラフトンの伝説は、アイルランドの民話、または昔話。トマス・クルフトン、クローカーの話集、アイルランド南部の妖精伝説と、伝承で発表された。内容は、日本の昔話、コブドリジーさんに告示する。背中にコブを持つラズモアが、 妖精の紛糾で休憩した時聞こえてきた歌唱に加わり、月曜、火曜の歌詞に水曜を足し、喜んだ妖精たちにコブを除去してもらい衣服も送られる。隣国人ジャックもラズモアを真似てコブを除いてもらおうとするが欲をかき、曜日を余計につけ足したため、逆に妖精たちの怒りを買い、元のコブの上にラズモアのコブをつけられてしまう。この話は、 AT503 の和形、小人の贈り物タイプに分類されるが、小人の贈り物という分類名は、典型話である、グリム童話第第182、小人のお使い物に由来する。この説話は、トマス・クルフトン、クローカー編、アイルランド南部の妖精伝説と伝承第一部にて、最初に発表された。後、ウィリアム・バトラー・イエーツ、アイルランド農民の妖精物語と民話集にあまれ、 イムラ・キミエ役、ノック・グラフトンの伝説として、イエーツ編、ケルト妖精物語に収載される。また、クローカーの原著のグリム兄弟役、エリシャ・エルフェンマーカンに、本編のドイツ役、フィンガー・ハッチェンが収載されるが、これも、藤川義郎が、ジギタリスと呼ばれた男として重役している。また、ジョセフ・ジェイコブスの話集の石井桃子役、ノック・グラフトンの昔話がある。 あらすじは、以下のようなものである。アイルランド南部、ティッペラリー県のアハーロー峡谷に、あだ名を、ラズモアという、背中に、コブのある男が住んでいた。ラズモアは、草花の狐の手袋のこと。男はこの草を、よく帽子に刺していたので、そのあだ名がついた。男は、麦わらやイグで編んだ、工芸品を売って、生計を立てていたが、そのわら編み物商売で町に出た帰りに、 ノックグラフトンの古墳の近くで休憩した。夕方になると、この墳休の中から、月曜日、火曜日という歌声が聞こえてきた。ラズモアは、相手の声が途切れる拍子に、それまた水曜日と、愛の手の具合で歌い返した。すると歌っていた妖精たちは歓喜し、つむじ風が巻き起こったかと思うと、ラズモアは、墳休の中に運ばれていた。ラズモアはもてなしを受け、 背中のコブを除去され、目を覚ました時には身長した衣服を着せられていた。そのうち老婆が訪ねてきた。隣のウォータンフォード県、デイシーの民の地から来たという。この老婆は、自分の茶飲み友達の息子に、セムシの男がいて、セリューが治った話の詳細を聞きに来たのである。間もなくその、ジャック・マッテンという名の背に、コブがある男がやってきて、ラズモアの行動を真似てみたが、 気持ちが急いだた,ために、妖精たちの歌が途切れるのも待たずに愛の手を入れ、もっと曜日を付け足せば、褒美の衣服も倍増するだろうなどと欲を書いて、水曜日だけでなく、木曜日、金曜日と歌った。結果、妖精たちは歌を台無しにしたと怒り、一番力持ちの二十人の妖精が、ラズモアのコブを持ってきて、ジャックのセリューの上にくっつつけてしまった。方法の体で書いたジャックは、 まもなく一気消沈して死んだという。ダールンの歌の楽譜クローカーはまた、ダールン、ダーモーという歌曲の楽譜も収載している。これは、語り部たちがこの物語を禁じる際に歌って聴かせるものだと説明されている。ノックグラフトンのモートは、クローカーの解釈では、ューボであった。しかし、こうした丘は実際は、円形土裁の上司だと説明されている。 ノックグラフトンは実在するティッペラリー県のノックグラフォンと否定されている。この丘は作中でラズモアが商売を行ったマチケアから異北3マイルの距離にある。物語の冒頭ではラズモアの住む里はギャルティー山脈の麓のアハーロー峡谷とあるが、これはノックグラフォン異性にある。だがラズモアが家路に向かった時や老婆の訪問を受けた時は キャップアーの町村に住んでいたと語られている。P.W. ジョイスによれば、アイルランド南部では、妖精の音楽が聞こえるとされる丘は、リシッケオルと呼ばれていた。ノックグラフトンの伝説の真の執筆者は、ウィリアム・マギンであったという主張がある。ただ、マギンの作とされる、他の作品と比べると帽子が薄い。なぜなら、マギン所有本、妖精伝説の書き込みから判明したとされる。 マギン作4編の中には含まれていないからであるが発表した。一方、ノックグラフトンの伝説はマギンの老いが戦して1933年に刊行されたマギン話集に編まれている。そして内部的証拠からノックグラフトンの伝説がマギンの執筆であった可能性は高く、クローカーの作と断定できる中で似た作風の 作品は何一つないというのがアイルランド文学者ビアトリス・ジー・マッカーシーの結論である。W.B. イエーツも1888年の話集に本編を編んでいる。本編に触れてイエーツが妖精の存在を信じていたことを指摘しているくだりがいくつかの民族学者論文に見つかる。例えばフランク・キナハンは他のアイルランドの作家たちは フェアリーに引きつけられる魅力を幻想ゆえに危険だとみなしていた。イエーツは現実だからこそ危険とみなしていたと評しているが、これを別の学者、ビオルン・スンドマークが、ノックグラフトンの伝説考察で引用している。イエーツはフェアリーに拉致された実体験を主張していたと、民族学者、リチャード・ドーソンも指摘している。また、ラズモアのように、スムジ風が巻き起こり、人間が、 妖精農家に連れ去られるという迷信について、イエイツは、アイルランドの農民たちがつむじ風を維持していた点を指摘している。この説話の土台となった伝説は少なくとも400年、前の昔に成立したとみられ、その傍傷として、トマス・パーネルがこの題材をもとに、妖精物語を作詞したとされている。イエイツによれば、ダグラス・ハイドが、この音のどこかでこの伝説の異様を聞いていたと述べて、 おり、そこでは、1ペニー、1ペニー、2ペンス、1ペニーに、ヘイペニーという意味のアイルランド語の歌が挿入されていたという。グリム兄弟は、この物語を、フィンガーハッチェンの題名で、クローカーのアイルランド妖精物語集の、ドイツ訳本に収載している。そして、グリム童話集の、第182、コビトのお使い物の解説で、このアイルランド民話を含め、 ヨーロッパ各地のルイワを挙げている。一例として、フランスのブルターニュ地方のレコールズでプラウダンが挙げられる。大中のコリルは、妖精の一種で、荒野に住むコリガンの仲間と説明されているが、作中には多種のコリガンが登場している。他にもルイワは、ヨハンネス・ボルテとゲオルク・ポリフカによるグリム・童話注釈書に面々と挙げられている。 ノックグラフトンの伝説は AT503 の和け、小人の贈り物タイプに分類されている。明治初期の頃、日本に赴任していた裁判官、チャールズ・ウィクリフ・グッドウィンが、ノックグラフトンの伝説と日本の昔話、小太りとの掃除に着目し、1875年のアジアティック・ソサイエティの会合でこれを発表した。アイルランドの遺跡や地市などの研究家である、 トマス・ J ・ウェストロップも、コブトリとの類似を指摘したが、実際にはかなり以前から指摘者がいたことになる。ジョセフ・ジェイコブスも、ノック・グラフトンの伝説を1894年のケルト・ハナシュ属編に収めており、刊末中で、コブトリとの類似を指摘している。ジェイコブスはまた、この東西の民話の禁似性を、 説話の世界的分布の模範例として取り上げ、アイルランドもで語り継がれた民話の収集の必要性を訴えている。アイルランドの劇作家、サミュエル・ベケットの小説、ワットで、この伝説のことがほのめかせられている。また、ケビン・クロスリー・ホランドも、ノック・グラフトンの伝説を話し集に占しているが、幼少の頃、父親からこの話を聞かされたことを実感している。ありがとうございます。